どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第181回。俺的映画速報では今週の映画興行収入動員数ランキングを見ながらエンターテインメントのトレンドについて語っていきます。ということで、9月3日4日の映画興行収入ランキング動員数ランキングが興行通信社より発表されました。今週はね、こんな感じになっております。ということで、はい、まずね、新作が 1,2,3 本ですね。で1位はね、まあ相変わらずもう強いです。はい、もう他を圧倒しております。ということで、まあ、こちらですね、ワンピースフィルムレッドということで、こちらはですね、土日2日間で動員49万8000人、興収6億9700万円を上げ、5週連続で1位をキープしています。すごいね、もう5週目なのに未だに興行収入7億円近くを上げているという、ほぼ7億円ですね。で累計成績は動員が929万8000人、もう930万人ですね。興収が129億5300万円ということで、もうほぼ130億円を突破したということで、今年公開作品としてはトップガンマーヴェリックを上回りトップに躍り出ましたということでね、もう素晴らしいですね。僕ね、前々回の俺的映画速報で、いやワンピースフィルムレッドは評価が賛否分かれてるから100億円あたりで停滞するんじゃないかみたいなことを言いましたけど、まあ大外れもいいところですね。まだまだとどまるところを知らないというところで、あ、こんなん出てきた。とどまることを知らないというところで、いやーね、もう本当に参りましたよ。はい。そっか。今ね、歴代ランキングどうなってるかって見てみましょうかね。はい、今ね、歴代21位になってますね。トップガンを大きく超えましたということで、あれからアラジンとかビジョンの野獣とかジュラシックパークをね、超えちゃったんですね。であと、ボヘミアンラプソディがね、目前ということで、今130億円ぐらいはもう軽く超えているので、もう今頃、今日現在すでにもしかしたらボヘミアンラプソディも超えている可能性が高いですね。その上にはアナ雪、ハリポタ、アルマゲドン、E.T. が控えてまして、まあ、ここら辺が5億円ぐらいあるんですけど、まあ、全然余裕ですね。ラストサムライぐらいまでは余裕。これはね、呪術廻戦超えももう硬いんじゃないでしょうか。で、呪術廻戦と天気の子にはちょっとした、落差がありまして、差がありまして、4億円ぐらい開いてるんですけど、まあ、今のワンピースフィルムレッドの勢いであればね、天気の子もね、食ってしまいそうな気がしますね。天気の子まで100、あと11億円、12億円ぐらいか。今130億円とすると、あと12億円ぐらいですけど、まあ今も今日火曜日だから、まだ少しは上乗せされてるでしょうからね。まあまあまあ。あと10億円ぐらいといったとこですかね。11億円、10億、11億円ぐらいといったとこかな。で、そっからね、ポニョがまたね、下がるんですよね。14億円ぐらい、天気のこと、13と12の、差がありまして、ちょっとまたね、ここを超えるのなかなか、まあ、一つの指標として、ポニョ超えが一つの指標目標になるんじゃないでしょうか。まあ、こういうね、興行っていうのは、勢いがわーってあってもね、突然失速したりするもんですから、まだまだね、予断は許さないんですが、まあ、それでもね、次の当面の目標はポニョじゃないですかね。天気の子ぐらいまではね、勢いでビーって行ってしまうような気がするんですけど、さすがにポニョとなると、ポニョ超えとなると、ちょっと実感はどうですかね。2週間ぐらいはかかっちゃいますかね。そうだね。2週間以上はちょっとかかりそうですね。ポニョを超えるとすればですけど、その間に失速さえしなければいいんですが、まあ入場者特典とかね、結構やってるから、まだそれに5週目ですからね、言うても。5週目なんで、まだまだ伸びる可能性があるから、そうですね、まだ5週目ですからね。まあ、いけるんじゃないですかね。ポニョ超えもいけそうな気がします。問題はね、その上となるとやっぱり200億円超えを狙っていきたいってとこなんですけど、200億円ってどうなんですかね。
今のところ200億円を超えた作品は、歴代の中では7作品あるんですね。もののけ姫、ハリーポッター、君の名、実写映画そのうち2本しかないのか。あとは1、2、3、4、残り5本はね、アニメなんですよね。やっぱりなかなかね、アニメじゃないと200億円超えっていうのは日本ではしなさそうですね。最後に200億円を超えた実写映画はハリーポッターですもんね。2001年だから、2001年ですもんね。まさにもう21年ぶりってことになりますね。もし200円、21年間実写映画では200億円超えが出てなかったんですね。ただアニメはね、もう去年鬼滅の刃が、2年前か、2020年に鬼滅の刃がこういう結果出してますから。で、アナと雪の女王がね、まだ10年経ってない。まあ200億円いけるかどうかですかね。皆さんどう思いますか？フィルムレッド200億円いくと思いますか？ちょっとわかんないですね。でも君の名はがすごいね。そう思うと君の名は250億円来ましたからね。ほぼ無名というか、まあ無名に近かったですよね、君の名は。それが一気に250億円までいったんで、まあそれは内容のね、評価とかもあるんでしょう、こう口コミとかそういうのもあるんでしょうけど。ワンピースはどうなんですかね。結構リピーターが思った以上にいるから、あとはね、新規がどれだけ取り込めるかにもよりますけどね。やっぱりね、200億円超えとかになってくると、ある程度リピーターはもう当然たくさんリピーターしてくる、リピーターをたくさん生まなきゃいけないっていうのもあるけど、それだけでは足りなくて、どれだけワンピースフィルムっていうか、ワンピースを今まで見たことのない人たちがどれだけ見てくれるかにもよりますね。それをどこまで取り込めるかっていうことがね、大きなポイントになるんじゃないかなと思います。まあ、130億円だからあと70億円ありますからね。どうですかね、200億円は。150億円ぐらいはね、この勢いだったらなんか十分にいけそうな感じはするんですけど、まあ、今後の入場者特典とか映画会社がどんだけ頑張るかにもよると思います。はい、まあいけるんだったらね、行ってほしいですよね。はい、ただまあ日本ね、もうちょっとこのアニメのね、この躍進ぶりを見るにつけ、実写もうちょっと頑張るよっていつもながら思います。僕は基本ね、アニメってあんまり見る方ではないので、やっぱり映画は実写派なので、できたら本当はね、実写頑張ってほしいなとは思うんですけど、日本ではね、やっぱりちょっと実写のマーケットが低いというのもあるんだけど、やっぱアニメに比べて実写映画クオリティが低すぎるんですよね。今日本映画の実写の日本映画ってクオリティが低いっていう烙印がもう押されてるようなもんなので、そういうイメージ強いですからね。まあ本当はね、ミニシアターとかインディーズの映画にも優れた作品ありますけど、そういうのってほとんど注目されることがなくて埋もれていっちゃいますから。もうちょっとね、大作の実写映画頑張ってほしいですね。まあ要は大御所と言われる人たちがちゃんとしたこういい作品を作って結果を出してほしいなとは思いますけど、なかなか実写映画はね、日本の場合は苦戦しているようです。ということで、さあ第2位がですね、はい、こちら、ブレッドトレインですね。こちらですね、伊坂幸太郎の小説マリアビートルをデビッド・リーチ監督、ブラッド・ピット主演で映画化したものです。土日2日間で動員168,000人、興収2億5700万円を受けて初登場ということで、幅広い客層を集め、9月1日からの4日間累計では動員284,000人、興収4億1200億円となりましたということですね。まあこちらね、僕の動画でもつい最近レビューしていますので、ぜひチェックしてください。まあね、伊坂幸太郎の小説をハリウッドで手掛けたものなんですけど、まあね、まあ、正直、伊坂幸太郎の作品っぽいところはあるんですけど、まあさすがはハリウッドみたいなアレンジがされていて、今回ね、それが非常に僕はいい形でまとまったなという、馴染んでるっていうかね、うまくコラボできたなっていう。大体こう日本のね、映画とか、まあこう日本の小説とか漫画を
ハリウッドが手掛けるって、まあ、たまにあるんですよね。ドラゴンボールとかバイオハザードだとかね、たまにあるんですけども、バイオハザードはでもね日本人あんまり出てこないから関係ないか、まあ、例えばドラゴンボールとかたまにこう日本の原作の、漫画とかコミックとか小説がハリウッドで映画化されるんですけど、もう全然イメージ変わっちゃっててどうにもならねえよっていうのがあるんですけど、これはね本当奇跡的にうまくいったっていうかね、今後ねこんなこれがうまくいけば伊坂幸太郎の、小説がまたハリウッドでリメイクされるってことにもなると思うんで、これはぜひ日本でもね、ヒットしてほしいなと思います。こちらねもう変な映画見に行くよりはこのブレッドトレイン、今週はブレッドトレイン見たら、まあ、間違いないと思いますよ。変な映画に手出すよりはね、なんか面白い作品、まあとにかく面白い作品を見たいっていう人はねこれ見ておけば今週は間違いないと思います。はい、おすすめですね。ということで、第2位ということで、まあ先週僕のね俺的映画速報でこれがおそらく第2位になるとは言ったんですけど、まあ予想通りでしたね。順当に、売り上げを伸ばしているということで、まあ、最終的にはどこら辺まで行くんですかねこの場合。オープニング興収が、3億は行ってないのね。3億いってなかったら、まあ、20億円いけばいいのかな。20億円ぐらいいってくれるのかなってとこですかね。まあ、大体この土日のオープニング講習の、まあ、5倍とか6倍と見積もると、まあ、大体20億円ぐらいということになりますかね。ただ口コミで広がっていったりすることもあるので、今後動員数を伸ばす可能性もありますから、結構ねこれね、あのネット上では評価めちゃくちゃ高いんですよね。見た人みんな面白いって言ってるし、まあ、舞台が日本ってこともあるんで、まだまだね動員数伸ばしていきそうだから、結構粘り強い興行を見せるんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ20億円30億円ぐらいはねもしかしたら行くのかなとはちょっと思いますけども、はい、楽しみですね。今後も、ブレッドトレインの記録をね、見守っていきたいなと思います。どのぐらいまでね今週来週どのぐらい維持できるかですよね。はい、で3位が、まあ、ブレッドトレインが出てきちゃったんで、こちらですねワンランクダウンしてしまいましたけども、ジュラシックワールド新たなる支配者ですね。こちらもね強いですよ。累計成績は間もなく動員388万人、興収が58億円に届くそうです。5位のこちら、トップガンマーベリックがね、まあ、安定の、ずっと安定のね3位あたりをね、維持してきたんですけど、5位に落ちてしまいましたということで、まあ、それでもね累計では動員762万人興収121億円を記録していますということで、歴代記録ではねトップガン今26位につけているんですよね。121億円で、うん、このままいくとアラジンまだもうちょっと超えそうですね。どうですかね、そろそろ、トップガンは今もう15周目ですから、まあそろそろあれですかね、もう終了幕引きってことになりますかね。これから大きく記録を伸ばすとはちょっと思えないので、アラジン超えの、まああと美女と野獣いけるかどうかといったとこじゃないでしょうか。うん、そうするとまあ24位までいくっていうことで、まあまあどちらにしてもねトップガン洋画としてはめちゃくちゃ頑張りましたね。はい、あとね、次6位ですね。6位がこれも強いですね、ミニオンズ、日本のミニオンズフィーバー人気、ミニオンズ人気は本当に強いですね。累計で352万人興収が42億円を突破しているんですよね。まあ、1作目が70億円超えているので、まあそれでもね2作目で42億円ってなかなかいい成績じゃないでしょうかね。コロナもあったし、まあ何かとこれ人気あるんですね、このミニオンズって。そんなに日本でね人気あるってイメージ僕あんまりしてないんですけど、そんなに人気あるんだ。みんな好きなんですかミニオンズ。一度も見たことがないんでね、一回ちょっと本当見とかなきゃ、目を通しておかなきゃいけないなとは思ってますけど、はい。そして新作がまだありますね、ミニオンズの後7位ですね。その前にね、この今週の3位はアキラとアキラでした。はい、アキラとアキラ、あ、4位ね、ごめんなさい、4位はアキラとアキラっていうことで、まあね根強くまだこう興行を伸ばしているっていう感じで、最終的にはどこら辺まで行くんですかね。
まあ池井戸潤さんの原作小説はやっぱり固いですね。今後も池井戸潤の原作の小説映画化は、年に1本ペースぐらいでね続けられるんじゃないかな。まあ、東野圭吾と同じですよね。はい、で今週はね東野圭吾さんの映画、お待たせ待望のガリレオシリーズの新作がね、来週2週間後ぐらいに来週ぐらいにスタートすると思われます。スタートしますので、そちらも楽しみですね。あちらもビッグタイトルになるから、まあ、おそらく上位に食い込んでくるとは思います。そして新作がですね、第7位、劇場版歌のプリンス様、マジラブスタイリッシュアーズ、スタイリッシュアーツアーズか、スタイリッシュツアーズということで、まあ、イケメンのアニメキャラが出てくる、これ人気ゲームソフトがベースになってるんですね。7位ということで、2011年から4シリーズにわたりテレビアニメが放映され、2019年の劇場アニメ公開を経て2021年に10周年を迎えた歌のプリンス様マジラブシリーズの劇場版第2弾ということらしいです。はい、全然知らないですけど、まあ人気あるんですね。でもこうやってちゃんとランキングしてきますからね。そして、新作10位、はい、魚の子が入ってきましたね。こちらね、さかなクンの初の自叙伝をもとに沖田修一監督、ノーネンリナさん、まあノンさんですね、主演で映画化した魚の子が、ランクインしましたということで、こちらね公開規模が281巻あるんで、まあそこそこの公開規模ですよね。歌のプリンス様ってどうなんだ、でね、魚の子なんですけど、フィルマークス評価がねめちゃくちゃ高いんですよ。ほらねえ、で280時間公開でしょ。でみんなそんなに魚の子って見たい、魚くんとかみんな好きなので、好きなんですかね。魚くんでしょ、魚くんのお話がそんなに面白いんですかね。ただね、フィルマークス評価 4.1 でめちゃくちゃ高いんで、ちょっとこんなにねフィルマークスの評価高いんだったら見に行こうかなとちょっと思いました。ちょっともしかしたら今週ね見に行くかもしれません。まあ見に行ったらね、レビューあげたいと思いますので、ぜひ僕のレビューチェックしておいてくださいということで、はい、まあこんな感じでね、今週は、まあ2位がねブレッドトレインが入ってきたという予想通りでしたということで、まさか魚の子が入ってくるとはねちょっと思いませんでしたけども、まあでも281巻の公開規模で10位で、移動事例はね音楽隊にも負けているとなるとちょっと厳しいかもしれないですね。歌のプリンス様ってやつ、これ今週公開だよね。ちょっと待ってね、これ公開規模がこれ128巻ですからね、半分以下ですから、この半分以下の歌のプリンス様にも負けてますからね。ちょっとね、魚の子興行的にはちょっと厳しいのかなとは思うけど、ただ作品の評価がねめちゃくちゃ高いんで個人的には気になるんですが、まあ、それにしてもさ、これにも磯村勇斗さん出てるんですね。なんか磯村勇斗さんって最近毎月1本か2本必ず映画出演されてないですか。なんかすごいですよね、本当に磯村さんの顔をよく見るなということで、まあいい役者さんではあるんですけどね、ちょっと出過ぎかなっていう感じはしますけども、さあどうなんでしょうか。魚の子、気になるな。明日明後日あたりちょっと見に行ってみましょうかね。今ねちょっと執筆とかもするんですけど、今ねなんか急にねあれやってんですよ。今ザ・ラスト・オブ・アスパート2をねプレイステーション4だ、僕プレイステーション5持ってないんで、4のやつをね急にやりたくなって、っていうのもプレイステーション5で1作目が出たんですよ。またリメイク版がねすごいグラフィックが綺麗な1作目のリメイク版を見てたら、あれPC 版が出るらしいんで楽しみにしてる。まだプレイステーションでは発売されたんですが PC 版も出るんですけどね、まだちょっとね発売日がまだ発表されてないんで、でなんか動画でね、1作目をレビューしているというか配信している動画を見て、なんか急にラストオブアスのパート2がやりたくなっちゃってですね、今始めてるんですよね。
うん、まあそれもあるんでね、ちょっと映画館行こうかと思って、本当は今日も行く予定だった、行くつもりだったんですけど、ちょっとね、あのゲームにハマってしまって、執筆もしないといけないんですけどね、仕事もしなきゃいけないんですが、頑張りたいと思います。ということで、はい、というわけでね、今週公開の映画見ていきましょうかね。さあ今週はね、この上位をね脅かす作品が公開されるのかどうかということなんですけど、はい、こんな感じですね。どうですかね、これかな、ハイ&ロー、ザ・ワーストということで、ハイ&ローとクローズ、ワーストの、まあ、この2大コンテンツがコラボするということで、はい、286巻で、まあ、結構公開規模もでかいですね、286巻だから。これは結構来るんじゃないですかね、結構イケメン俳優さんたちいっぱい出てくるし、クローズとかハイアンドローって人気あるし、僕ハイアンドローって一度も見たことないんですよ。で、クローズはね、小栗旬さんが出てた1作目と2作目は見たかな。うん。まあ基本ね、ヤンキー映画、日本はなぜかね、実写ヤンキー映画って傑作多いんですよね。東京リベンジャーズもそうだし、クローズもなかなかね、面白かったですからね。このハイアンドローもまだちょっと見たことはないんですけど、なんか予告編見る限りすげえ面白そうなんで、どうしようかな、これ見に行こうかどうしようかちょっと悩んでます。ハイアンドロー見たことがないからね、見てなくても多分大丈夫ですよね、これ。で、評価めちゃ高いじゃないですか、星の評価、まだね、試写会で見た人たちの評価だと思うんですけど、めちゃくちゃ高いですね。はい、あ、もしかしたら結構面白いのかもしれないな。うん、9日か、今日6日だから、もしかしたら見に行くかもしれません。そしてこちら、はい、グッバイクルエルワールドということで、これ西島秀俊さん主演ですね。これどうなんだろう、大森達樹監督か。大森達樹監督っていうとね、結構バイオレンスな映画になるでしょうね。結構胸クソなんですよね、大森監督の作品って。ただね、この映画ちょっと評価高い、低いんですよね。フィルマークス評価が低くて、結構酷評が多いんですよ。だからちょっとね、見に行くかどうか悩みますね。うん。で、あとね、ビースト。これも面白そうですよね。ライオンに襲われる、まあお話だそうなんですけど、あ、でもちょっとこれもフィルマークス評価低いな。どうですかね、こちら面白いのかな。まあ、一応ハラハラドキドキ系の映画ですね。まあ要はライオンにね、襲われるお父さんの話ということで、んー、どうなんでしょう。そしてこれ何、なんだかこういう映画最近多いですね。なんかもうこの新海誠ライクというか、もうパクリに、もうなんか新海誠的な作品がめちゃくちゃ多いですよね。まあまあ、これあくまでもポスターのイメージなんですけど、この手のちょっと繊細な爽やか系な、なんか清涼飲料水的な作品がちょっと、あと高校生とかが主人公みたいなね、みずみずしい系な、でファンタジックみたいな、うーん、作品多いっすね最近。やっぱちょっと新海誠もどきな作品氾濫しすぎだと思います。はい。そして百花、こちらもまあそこそこ公開、中規模公開。これね、今ね、いろんな映画館で予告編がかかってるんですけど、なんかね、この予告編ね、嫌い、うざい、なんかイラッとくるんだよな、この予告編。何度もか見たんですけど、もう予告編でね、なんかちょっと嫌悪感があるっていうか、なんか嫌いな予告編なんですよ。なんでだろう、別に悪い、感動系みたいなね、予告編なんですけど、この予告編がね、なんか嫌いなんですよね、イラッとくるんですよ僕。これ見るかどうかちょっと悩むとこですね。川村元気さんですか。まあでもな、分かんないな、見てみないと。そして、あ、こちら、これはちょっと見ようかなと思ってます。ザ・ミソジニーですね。高橋ホラー、日本ジャパニーズホラーの先駆者高橋博史さんの、まあ、ホラー映画ということでね、これね、先行上映みたいな、これシネマカリテで上映され、これ1巻だけなんですよね。
日本では新宿のシネマカリテだけで上映される映画だと思うんですけども、まあこれはちょっとね、見に行こうかなと思っております。まあ評価もね、まあまあ高いですね。ホラー映画。なんだっけ、カリコレでね、1ヶ月前、2ヶ月ぐらい前に、これ上映されてましたけどね。その時見ようかなと思ってたんですけど、チケットが取れなくて見れなかったんですよね。さあこれどうなんでしょうかということで、はい、ちょっと楽しみではあります。で他に あとね、もう一個楽しみのこれですね。ファン・ジョンミン主演の、人質韓国トップスター誘拐事件ということで、これ主演のファン・ジョンミンさんがファン・ジョンミン本人を演じているという、でこのファン・ジョンミンさんが、誘拐されて人質になったっていうね、これ実際になんか起こった本当の話をベースにした映画らしいですよ。はい、これね、ちょっとこれ個人的には楽しみですね。ファン・ジョンミン、これはね、見に行こうかなと思っております。はい、あとは赤井秀和さんのなんか物語がある。はい、まあそんなとこですかね。今週見ようかなと思うのと気になる映画は、おそらくですね、入るとしたらこれと百花が入るかな、どうなんだろうってとこかな。やっぱりあの菅田将暉さん主演ですからね。ただあの予告編、みんなあれ見たいと思えるような予告編でしょうかってとこですね。はい、まあ個人的には見たいのはミソジニーと人質、あとハイアンドローかな。あと靴ひものロンドっていうのもね、ちょっと気にはなりますね。八巻だけがナポリ、イタリアのナポリの映画なんですけど、なんかファンタジックな感じするけど結構重いヒューマンドラマだそうです。これもね、若干気にはなりますね。はい、まあこの手の映画はね、レビュー動画作ってもほとんど再生されないんですよね。皆さん見てくれないんだよなまあしょうがないけどね。はい、まあそんな感じで、まあ今週はね、入るとしたらこれと百花かな。まあ公開規模までいくとハイ&ローじゃないですかね、確実に入るのは。でこれが何位に入ってくるかなんですけど、ブレッドトレインを超えることができるかな。なんかブレッドトレイン結構強いと思うんで、2位を死守する気がするんですよね。で3位にハイアンドローが入ってくるんじゃないかなって気はしてます。なので来週1位はもうワンピース、これはもう間違いないですね。でブレッドトレインが2位で、3位にハイアンドローが入ってくるかな。ただブレッドトレインもな、なんか2億とかそんなもんでしたよね、ブレッドトレインって。2億5700万円か。結構シーソーゲームっていうか、競り合ってブレッドトレインが2位になるんじゃないかなって気はしてます。はい、あとやっぱ公開規模がね、違うので、で、まだブレッドトレイン2周目ですからね、ハイ&ローは公開規模がね、まだブレッドトレインに比べると小さいんで、はい。なので、多分ね、3位になるんじゃないかなと思います。はい。あくまでも予想ですけど、当たるでしょうか。はい。というわけで、毎週これ、ミニシアターも見ていきましょうね。はい。ミニシアターはね、今週こんな感じで、新作1作だけですね。はい。あとはもう、今まで紹介した感じの映画だけです。まあ、相変わらずね、リマスターは強いですね。これからこういったリマスターが増えてきそうですね。4K リマスターとか言って、ちょこっとだけいじってね、リマスターしましたよとか言って、まあ、正規の映画料金で流すみたいなね、これが一番やっぱり儲かるんじゃないですかね。というわけで1位はデリッシュという作品ですね。はい、こちらはですね、フランスの革命前夜の18世紀フランスを舞台に、世界で初めてレストランを作った男の実話をもとに描いた人間ドラマだそうです。1789年、宮廷料理人マンスロンは創作料理デリッシュにジャガイモを使用したことで貴族たちの反感を買って解雇され、息子を連れて実家へ帰ることになります。ある日、マンスロンのもとに謎めいた女性ルイーズが料理を習いたいと訪れてきます。彼女の熱意に負けて料理を教えることになったマンスロンは、失っていた料理への情熱を徐々に取り戻していく。やがてマンスロンはルイーズと息子の協力を得て、一般人のために開かれた世界初のレストランを開店します。
マンスローもオフィサー&スパイのグレゴリー・ガドボア、ルイズをムースの陰頭の陰頭のイザベル・カレが演じますということで、でブルーレクイエムなどの脚本家エリック・ベナールが監督を務めました。はい、これもね見に行きたい、本当はね今日これあたり見に行こうと思ってたんですけど、今言ったようにね、ラストオブアスのパート2にちょっとハマってしまったので、時間をね逸してしまいました。はい、今これあれあそこでやってるんですね、東京だとね日比谷のあのシャンテシネマシャンテでやってるんですよね。確かそうシャンテだよねこれ違ったっけ。映画館ではあ有楽町だから、あそうだねシャンテでやってますね。はい、シャンテでした。なかなかね面白そうな映画ではあるんですけどね、見に行きたいなと思っております。多分まあちょっと見ないかな。はい、まあそんなわけでね、デリッシュはね一応ですね 3.6 なんで評価そうねあんまり高くないですね。まあ賛否結構分かれてる感じではありますね。はい、まあそんな感じで、はい、今年はね今週はまあ、ミニシアターも、こんな感じでしたよということで、いかがですか皆さん何本見ましたかね。もしねミニシアターで見て、面白かったっていうのがあったらね紹介していただいて、まあぜひね皆さん僕に面白かった映画をね紹介してください。もしかしたら見に行くかもしれません。はい、結構皆さんのねコメントも参考にはしているんですよねということで、はい、まあ、今週のオルテキ映画速報いかがだったでしょうか。毎週火曜日こんな感じで、興行収入動員数ランキングを見ながら、いろいろとこうトレンドをね、話していくみたいな分析考察していくみたいな動画になっていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん次回またお会いいたしましょうということで、はい、明日もね、多分何らかの映画レビューをあげると思います。